はい、ということで、やりましょうか。やりましょうか。始まりましたね。なんか久々な感じするけど、また。そうですね。うん。ね、もう一回思い出す作業から入って。やりましょう。まあ、ぼちぼちやっていきましょう。まあ、どっからですかね。前回、作業札。そうですね。うん。ちょっとまあ、ある程度、決めて。まあちょっと一旦保留、保留というか、うん、今のところ並べると、うん、ネーム、タグ、下げ札、あと記事が、うん、あの一通り目を通してっていう感じです。ですなんか長いね、うん、道のりが。道のりが。いや本当に僕もあの服こうやって作ったりとかってすることって、まあ近くで見ることもあるし、自分が実際に昔やったりとかも、うん、したこともまあ軽くあるんで。知ってるんですけど、本当に大変なんですよ。ね、やることいっぱいで、特に一番最初ってね、いろんなことからね、そうなんですよね。ブランドネームだったりとか、うん、そういうことから決めていかなきゃいけないから、まあ、だから結構なんだろうな、あれもやってこれもやってっていう感じで、見てる人もしかしたら今何やってんのかよくわかんないかもしれないけれども、うん、まあちょっと順を追ってというか、やってるんで、はい、まあ、引き続き。で今回は今回はブランド名が決まれば、はい、下げ札だったり、はい、ネームタグが進むので、はい、目標としてはブランドネームが決定するところまでと、はい、ロンティーなのか、うん、デザインを、うん、ある程度決めたいなっていう。そうだよね。結構核になる回かも。ようやく服に取り掛かれる感じだけど久々だもんな。なんかちょっとT シャツとかなんかロン T とかなんか話あったけれども、なんかね、どうなんだろう。まあ、季節的にも今、この動画撮ってるの10月の終わりぐらいなんですけど、まあどうだろうね。もう結構寒いし、まあ2人ともねこんなガラガラのニット着てるぐらいだから結構冷えてて、まあ、T シャツはちょっとね、そうですね、時期的にはないかなっていう風にやっぱ残ってきて、まあ、ロン T が もしくはスウェットにしちゃうっていうのも、うん、まああるのかな。あります。うん、やりましょうか。やっていきますか。まず どれぐらいいきたいですか。ブランド名いっちゃいます。ブランド名いってネームタグいきましょうか。もうやっちゃう。やっちゃいましょうか。やっちゃいますか。はい。したらブランド名実はちょっと考えてというか、まあ、かなり考えたんですけどねなんつうのかな、これもともとそのこの企画の始まりってマニコンっていうアプリがあって、そこでまあエチュードギグっていうコミュニティみたいなものの中で始まった企画なんで、なんだろうね、そういうコミュニティにこう入ってくれてるまあ皆さんと一緒に作っていくっていうのが一つあるから、なんかそういうこう意味合いというか、うん、そのみんなでこうやるってところを核にしたいなと思って。長いっすかこの話。いや大事ですよブランド名は。そうだよね。そうそう、恥ずかしいんだよね自分が考えてこれですっていう、なんかこうで造語じゃん。はい。それをこう偉そうにこう発表するっていうのが、いや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 、そのコミュニティにいる人たちってなんかまあ結構何十人かいらっしゃるんですけれども、まあ、その人たちと一緒にやるっていう意味で、ちょっとまあエチュードギグっていう名前だから、まあ、少し音楽的な要素と、あと洋服の何か単語を混ぜて、作れればいいなと思って作った結果が、バイアストリングスっていう言葉です。おお、はい、いや大丈夫ですもうここ今ちょっとね、ここ顔映さないでほしいですもうバッチリ撮ってますから。いや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 、まあ、洋服でいうとバイアスにこう生地取ってとか、うん、まあ、斜めにそうですね取るような感じなのかなっていうのと、あとストリングスっていう、まあここで言うと、弦でストリングスで弦たち、偏った弦たちっていう、まあ、俺の中でそういう意味で、まあそのコミュニティにいる人たちみんな偏ってると思うんでまあそういう人たちと一緒に何かをやっていくっていうような、意味で、まあ、そういう名前がいいんじゃないかなと。すっげー汗かいてきちゃったやだよもうそうそうそうっていう感じで、考えました。文字にした方がいいのかな。
バイアストリームスっていう、名前にしようかなと。すごい素敵じゃないですか。やっぱりね、やるってなったら、結構真面目な人間なんで、一生懸命考えちゃうんですよ。はい、ありがとうございます。いや、まあどう思うかわかんないですけど、こういう、名前で、行こうかなと、はい、思っております。で、じゃあ、ブランド名が決定したっていうことで、はい、このブランド名が、はい、ネームタグ、と、あと下げ札にこう記載されるわけなんですけど、はいはい、ありがとうございます。はい、事前にね、ブランド名こんな感じでとか、タグの、イメージこんな感じでっていう話は、ちょっとしたんだよね、事前にして。で、ヤマトが、こうサンプルというか、作ってきてくれて、こういう感じでちょっと少しずつ違うんですけれども、書体とか。見てると、パッと見、この文字の方が好きかもしれない。ちっちゃい違いなんですけどね。いや、本当に、その、バイアスっていう言葉が入ってるから、でもその文字を斜めにしたら、ちょっとこう、なんていうの、何性っていうの、親和性とかっていうの、親和性とかっていうのがあるかなと思って、やっぱでも、あれだよね、ゴシックの方が今っぽいよね。バレンシアガって感じだよね。そうですね。でもうサンローランもバレンシアガもグッチもみんなゴシック。これもう完全にバレンシアガって感じ。今っぽいゴシックにしときます。逆にみんなゴシックだから民調にしても、どっちもありなんですよね今。ある種トレンドがない。この年代しようかな。おお。聞いてみよっか。確かにそれいいかもしれないですね。聞いてみますか、日本で。うん。聞いてみて、みんなどっちがいいと思うの？ここまで絞ったんで、ちょっとどうすか。ちょっと意見聞かせてもらおうかな。でももう本当に2択まで行ったんだったら、とりあえず、はい、聞いてみよう。 OK です。まあじゃあブランド名はそんな感じで、何が決めた、もう分かんなくなっちゃう。あの服のデザインです。来ましたね。ようやく来ました。直接ありまして、thank you.